どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ちょっと短い動画になると思うんですけども、どうやらですね、マリオットボンボイの、ホテルステータスに、特別措置がね、出ているようなんですよね。これはですね、新型コロナウイルスの特別措置とは、遠くない話なんですけども、同じ話ではなくてですね、マリオットボンボイ側のコロナウイルスのね、特別措置っていうのはもう発表されていて、私のようにね、昨年プラチナ達成されている方は、2022年までね、プラチナステータスを、維持できるっていうね、もう発表になっていまして、本日の話の、対象の方ですね、2018年に、プラチナチャレンジ等々を行って、プラチナになった方、その後ね、マリオットボンボイの SPG、マリオットホテルと、SPG の統合でね、チタンステータスっていうプラチナよりもう一個上のね、ステータスが付与された方で、2019年に、プラチナステータスにね、達成されず、2020年の3月にゴールドステータスにね、落ちた方が、対象になるんですけども、こちらのね、対象の方ね、結構いらっしゃるみたいで、本来ね、本来っていうか、もともとこのステータスに関しては1段階ずつね、下がっていくんではないかっていう話で、この2020年3月のステータス更新でですね、チタンステータスからプラチナステータスに落ちるのではないかと言われてたんですけども、2段階ね、落ちて、ゴールドステータスにね、落ちた方は結構いらっしゃるんですよね。でですね、この最近このツイッターで話されているのがですね、このマリオットボンボイのホテルアシスタントの、アカウントがね、ツイッターに、もちろん英語なんですけども、あるんですよね。でそちらに問い合わせる、もしくはね、マリオットボンボイのデスクに問い合わせてですね、どうやらこういう話があるんですけども、どうなんですかみたいなお伺いを立てるとですね、なんとゴールドステータスから、プラチナステータスにね、上げてくれるっていう特別対応をされてるみたいなんですよね。この問い合わせした人によって、プラチナステータスがね、維持できる期間も、2021年の1月までという方もいらっしゃれば、2020年のね、2月っていう方もね、いらっしゃるわけなんですよね。ですね、これが、どっちが対応がね、正解っていうのはあれだと思うんですけども、その人によってね、このステータスが分かれて、ステータス期限が分かれているのか、ただね、マリオットボンボイのデスクの方が、1年間誤って伝えてしまったのかっていうのは、分からないわけなんですけども、こういう対応をね、してるみたいなんですよね。この仮にね、2022年の2月までこのプラチナステータスをね、維持できるってなると、かなりすごい措置ですよね。もともとこのプラチナステータスっていうのは、プラチナチャレンジをするかね、もしくは年間50泊しないとこのステータスっていうのはもらえないわけなんですけども、これがね、電話1本で、もしくはダイレクトメッセージ1通2通でね、ゴールドステータスからプラチナステータスにね、上げてもらえるのであれば、これかなりありがたい措置なんですよね。普通にこのプラチナチャレンジ年間50泊とかね、すると、普通にね、少なくとも10万円ぐらいのね、費用はかかるものなので、かなりありがたいですよね。でプラチナステータスになればね、ラウンジも利用できれば、朝食、レイトチェックアウトでスイートルームがね、含むアップグレード等々をね、受けることができますんで、いや、これすごい措置ですよね。でこれはですね、公式サイトで別に発表されている対応ではないんですよね。ですんで、この自分からね、問い合わせをしなきゃいけないっていう感じになるわけなんですよ。ですので、その人の、昨年のね、宿泊状況によって、もしかしたらちょっとね、変えているのかもしれないですし、ちょっとね、それ以上のことはわからないんですよね。もしね、この私の動画のチャンネルを見ている方で、もしね、同じ状況、今年の3月でね、チタンステータスから、ゴールドステータスに、落ちた方、もしいらっしゃるのであれば、このマリオットモーモルデスクね、もしくは、マリオットのアシスタントツイッターにね、概要欄に載せておきますので、そちらがね、ちょっと問い合わせてみるっていうのも手かもしれないですね。
まあ、私個人的にはですね、マリオットボンボイの、ステータスのね、取得の仕方、プラチナチャレンジ等々があるのは本当にありがたいサービスではあるんですけども、このサービスっていうのがね、ちょっと平等に与えられてない、まあ、ステータスのね付与に対してちょっと人によってね問い合わせ、まあ、今回のこの対応も問い合わせた人だけにねステータスを付与しているわけなんで、まあ、これもねちょっとっていうところなんですよね。もしやるのであればね、平等にね、やっていただきたいっていうのはね、まあ、私個人的な見解なんですけども、まあね、同じ状況で、ゴールドステータスに、なってしまった方はですね、もらえるのであればプラチナステータスね、もらいたいと思うと思いますので、連絡、してみるようにしてください。プラチナステータスでラウンジが使える使えないとかね、そういうのによって、まあ、このホテルのね宿泊っていうのはかなり変わりますので、同じ状況の中ね方がいるのであれば、ひとまずね問い合わせてみるべきだと思いますので、ぜひねやってみていただけたらなと思います。いかがだったでしょうか。今回は、マリオットボンボイの、ステータス特別対応についてね、話させていただきましたけども、まあ、私のねツイッターで、友人させていただいている方も、これでねゴールドステータスからプラチナステータスに上がってる方結構いらっしゃるみたいなんで、問い合わせるだけでしたらね、まあ、誰でもできると思いますんで、ひとまずね聞くだけ聞いてみてはいかがでしょうか。まあ、マリオットボンボイね、まあ、この新型コロナウイルスの影響でね、まあ、かなり大打撃食らっていると思いますんで、それに対する特別対応っていう意味ももちろん込められていると思うんですよね。まあ、もしこれでね仮にプラチナねステータス保有できたらですね、マリオットボンボイホテルねさらに泊まると思いますので、まあ、そういう意味ではね、ぜひ問い合わせをして、まあ、プラチナステータスね復帰できた際にはですね、まあ、ガンガン泊まっていってね、マリオットボンボイねそれ、宿泊するという意味でね、応援できたらなって思いますので、まあ、それでねいいんじゃないかと思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。